30歳の時はそもそも貯金ないし、カード2桁も止まってたんですよ、もうどういう生活してたんですかそれなんかこれをしてプラスになることは何もないんですよ。うわお店の前でサイレーダー打ちまくってるんで今日店開けれませんとかピンとこないですよね。全くプライベートで何してるの一番楽しい。聞きますよそれ今回対談させていただきますのは、オンデーズ株式会社取締役田中修司さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずこれオンデーズ株式会社こちらちょっとどんな会社なのかちょっと。はい、あの、はい、メガネ屋さんで、あ、はい、メガネを自分たちで作って販売すると。だから、うん、なんていうんでしょうね、ザラとかユニクロの。メガネ版って感じですね。はい、これ全世界展開されている。そうです。まあ元々に当然日本の会社なんですけど、今はあの海外の方があの店舗数も実は多くてですね、売上もで海外が200何十店舗かあって、で国内が180ぐらいなんで、で400店舗ぐらいですかね今、はい。シンガポールとか東南アジアが多いですね。台湾とか。はい、なんで そっちの方にマーケティングを移したっていうか。ちょっと話すと長くなるんで、はしょるとですね、もともとはだから倒産しそうな会社だったんですよ、安売り屋さんで。で、30歳の時に買い取って、で、立て直して、で、まあ、なんとか黒字になったんですけど、その時はだからまだ、そういうことあの、ジンズさんとかですね、ゾフさんっていうのが、まあ、もともといたんで、全然勝てなくて、もう3番手なんですけど、もうこんなに、差があって、これはこのまま日本でやっててもいつまでたっても追いつかねえなと思って、もう海外行こうって、それで海外行ったんですよ。なるほど。うん、だいぶ端折りましたね。そう。それ本当にそれで、はい。でもそういう感じってことですか。もういいと思って、もうやだと思った。日本やだって。なんかまだシンガポールとか海外はやっぱりそういうファストファッションのメガネ屋さんってなかったんですよ。うんうんうん、昔ながらの、はい。いわゆるそのメガネ屋さんみたいなのしかなかったから意外といけんじゃねえかなと思って、それでシンガポール行ったら、シンガポールではだから新しかったんですよね。それですごくブームになって、だからその東南アジアとか台湾とかではうちがパイオニアになったんで、それでこうなんかわあオンデズオンデズってでちょっと嬉しくなって、それでもうだから35から40歳までの5年間はもうほぼ海外にいたんですよ。もう日本頑張っててみたいな。うん、そもそも自分でこう最初から立ち上げようじゃなくて、なんでこう買うっていうか、こうそっちも早かったんですか？やってたんですよ。だから二十歳から会社は自分でやってたんですよ。はいはいはい、でちょっと鳴かず飛ばずだったんですよ。ほう、でもなんかこうよくあるその俺は30になったらビッグになるぜみたいな、なんか俺はまだ本気を出してないだけとか的なことをよくね社員に言ってたんですよ20代の時。で30が近づいてきちゃって、ああ本当にそろそろ何かやんなきゃなと思ってたら、その当時オンデーズが50店舗ぐらいだったんですかね、うん、でもう借金がもうすごいことになってて赤字もすごくて、でもう倒産するから、要は誰か社長やってくんないみたいな、借金を肩代わりしてくれれば0円でいいよみたいな。それでも怖くないですか、うん、背負ったわけですよねその借金。いやでもだって14億なんて返せないから、どうせ破産するしかないじゃないですか。どうせ破産っていうのが、ね、なんかもう14億でどうせ破産するしかないからもうピンとこないですよ。いやだってだっていやその時に例えば自分のこう家があったりとか、また家族がいたりとか、はい、あとはもうそもそもなんか貯金がいっぱいあったりとかしたら、はい、それが当然自己破産したら取られちゃうじゃないですか、はい、で失うものがあるから、はい、いやちょっとリスクかなって、うん、思うかもしれないですけども、30歳の時は別にそもそも貯金ないし、で結婚もしてないし、はい、でまあ収入って言ってもその時も自営業だからそんな入ったり入んなかったりだし、だから別に自己破産したところで何も生活は変わらないですよ別に。いやなんかその考えがもう、でだからでほら自己破産するとだから結局あの公務員になれないとか、そう弁護士になれないと、まあ、言うたって、うん、しかもまあカードとか作れないとか、でもそう、でも俺その時にもうカード止まってたんで、あ止まってた、その30歳の時にもうカード2桁もう止まってたんですよ、もうあの支払いがなんかしょっちゅう遅れたりしてたから、
どういう生活してたんですかそれ。いやいやだから、なんかもう今の話聞いて、今のこのいでたちでこれ聞くとロックミュージシャンの話してるから。マジロック、ロックっすよね。だから大丈夫、いけるいけると思って。だから、いや、そしたら、だって14億で最悪ダメなら倒産すればいいんでしょって。え、でもうまくいったらだってもらえるんだから。うん、まあまあそうですけど、ね。それはいいじゃんみたいな。本当でもそんなノリノリでしたよ。その時って他の社員の方はもういやいや社長やめましょうよとかならないですか。あ、だから俺のところにいた社員は思ってないですよ。やっぱちょっとそういうやつばっかあったんで。あ、ちょっと行かれた。ちょっと頭のちょっと行かれた人ばっかだったんですよ。本当に行っちゃうみたいな。行っちゃうかみたいな。ノリで。ノリで。すげえ。でなんか行っちゃいますみたいな感じで会社来たら、意外と会社は普通の人たちがいっぱいいて、はい、みたいな。お前やんのみたいな。あ、こっちのオンデスの方はもう普通にネクタイしてみんないて、いやそりゃそうでしょうね。だってでなんかうわーって、あーでも前のその親会社はさーっていなくなって、はい、うわーあいつら逃げたみたいな。 でなんか若造がうわーみたいな。本当その時にはね、みんなの顔が忘れられないです本当に。覚えてるんですか。覚えてる。もうおじさんたちがうわーって顔したんですよ。だって社長より年上の方ですよね。全然違う。皆さんでその時本社俺が一番年下でしたから。みたいな顔してるんです本当に。漫画みたいな、こういう左遷入ってて、こういうやつですよね。そう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 、カイジみたいな。でも俺はなんかそう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 、ざわざわって。でも俺はなんかちょっともう高まっちゃって、俺が立て直しますみたいなって、なんかでもみんなはそれをすっごい冷めた目で見てるっていう、うんはい、熱量も全然伝わってない。全然伝わってないですよ。まあ、そっからもう立て直すんですけど、うん、どうやって立て直されたんですか。いや意外とね、でも頑張ったら立て直ったんですよ ね、 なんかね。いやいや、ざっくりしてるな。ざっくりしてる。いやいや、それはそうなんでしょうけど。そうそうそう。やっぱりその前の、うん、やり方、前の会社のそのオンデーズの旧体制はやっぱ見てて、あ、ここはちょっとおかしいなっていうのがいっぱいあって。あ、そう、でもね、そうなの。お店当然見たんですよ、買う前に、うん、見に行って、はい、ただね、ほんとひどくて、うん、あのね、ほんと店員がカウンターの中でずっとゲームとかやってんの。へえ。そういう会社だったんですよ。末期状態。末期末期だから、お客さん来ても出てこないみたいな。まあ、それでも逆言ったらある程度売れてるから、はい、え、こんなのを店の前に立っていらっしゃいませとかやれば売れんじゃんみたいな。なるほど。ちょっともう改革するだけでガラッと変わるんじゃないか、別に。だからただこう呼び込みすれば1本ぐらい売れなくねみたいな感じで、それで実際に店行ってもっと売れよみたいな。で売ったら売れるじゃないですか、はい、でほら売れるでしょって、だから売ってねって言って、分かりましたって言って俺が帰ると、みんなまたカウンター入ってゲームやるっていう。でバッてまた戻ってってバッて、でまたつってまたやらせてって、本当そんなこの漫画みたいな、そんなってましたよ。それを毎日50店舗回ってやるみたいな。そしたらなんかだんだんでも売れてくるんですよ、そういうことやるとね。それでその売れてくるっていうか、なんとなく軌道乗るまでどれぐらいかかるものなんですか、買ってから。でも半年1年ぐらいで意外と早い。その時は結構むちゃくちゃやったんですよ。もうね、じゃあ今週日本で一番売ったやつに10万やるとか、本当そういう子供みたいな。ちょっともうゲーム感覚。そうそうそう、もうなんか、あとなんか今月いっぱい売ったら俺が自腹でサイパン連れてくるとか、普通の会社だったら やれない。まあなかなかそういう対価っていうのはないですもんね。そうだからもう、そうそうそう、で本当になんか現金で10万あげに行ったりとか、取っ払いで。まあ、だから今度は飲み屋の、本当飲み屋のキャッチみたいな の売らせ方みたいな。へえ。でそうするとやっぱ何人かこうやっぱりそのシンパシーを感じて頑張り出すやつがいて、うんうんうん、じゃあお前すごい頑張ってるやつに、じゃあお前は今日から部長だとかって、とかってもうむちゃくちゃやったんですよ。もうどうせ潰れるんだったらもうやりたいだけやろうみたいな。うわ、ちょっと意外となんか高まってきちゃって、みんなやっぱ売れてくるとなんか楽しいじゃないですか、うん、でなんか気づいたらどん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 売れてきて、でなんか気づいたら黒字になったねみたいな。はー、うん、だからあとひたすら飲むみたいな。飲む、ひたすら飲む。だからもう店終わったら飲み行くぞって飲んで、お前頑張れよみたいな。本当になんか財布に1万あげてブラーッとかっつって、見て、俺明日も売りますみたいな。本当にそういう泥臭いことって意外とやらない。いや今は当然やらないですよ、今はちゃんとしちゃったんで、はい、ただやっぱその会社がそういうこうすごく
なんていうんですかね、ピンチな時とか、もしくはまだ会社が小さい時、ベンチャー企業でやっぱ大きくする時って、そういうなんか体育会系のノリみたいなのって、はい、やっぱ必要で、だけどその前の経営陣は意外とちゃんすごいちゃんとしてる人だったんです、逆に、はあ、だからちゃんとその残業はダメですとか、だから全然儲かってないのになんかちゃんと有給取りなさいとか、すごく逆にちゃんとやっちゃったから、なんか分かんないもんですね。だからやっぱりそのそれは芸人さんだってそうじゃないですか。だから結局売れてもいないのになんかコンプライアンスがとか、こういうこと言ったらとかって気にしたら面白くないじゃないですか。なんか、あ、そうですね。だから世に出る時っていうのはなんかそういうエネルギーというか、やっぱりいろんなものを破壊するような突破力みたいなやっぱ必要で、でやっぱ経験がついて実績が出てくると、やっぱり多少大人な、ね、振る舞いもしなきゃいけないし、逆にそれはそれでそういうふうに求められてる中でちゃんとできる人がやっぱり次のステップに行くし、だからいつまでもそのバカやったまんまじゃ当然ダメだけど、その時その時のステージによってやり方を変えれない人っていうのは途中で消えてっちゃうし、ちゃんとうまくその時その時にやっぱ求められてることができる人ってのは次のステップに行くし、なるほど。それはたまたまだからそれが30歳の自分のバカさと会社のそのちっちゃい潰れそうな会社のあれが多分うまくリンクしたんじゃないですかね。結構だからちょっと運の要素、うん、そうそう、だから本当タイミングが良かった、たまたま良かったんですよ、でやっぱそこで途中でやっぱいろいろ気づいて、もうこれじゃダメだねって言ってちゃんともう一気飲みはやめましょうみたいなとか、本当に一気飲み禁止とか、あーやってた、ありました、タバコ禁止になって次、へえ、酒もやめて、タバコもやめて、徹夜もやめて、残業もやめてみたいな、仙人みたいな暮らししてますすごいですね。でもよくそのライフスタイル変えられましたよね。変わらないで潰れてく人結構見てたんですよ。いやー、わかるな、わかるでしょ、めちゃくちゃわかります。だからずっとこれやってんなっていうのは、僕らもその周りでいっぱいいて、まあ僕らもその一部だったんですけど、まあある境でこうちょっと別のやる、それこそモノマネとか、IKKO さんとかがあれなんですけど、そのやる機会があってやってみたらバーンって跳ねて、あ、これなのかと、他の道を選択するっていう勇気っていうか、そこに気づけるってなかなか難しいですよね。なんか僕らもなんか結構偶然だったような気もするんですよ。僕だからね、僕ね、人の成功は勉強しないんですよ。人の成功って意味がないから勉強しても、だからどうやって成功するかとか、どうやってうまく成長するかっていうのはもう自分で決める、自分で見つけるしかないですよ。だからその売れ方っていうのは自分自身、自分で探すしかなくて、だからあの人が、あの会社がこういうふうにやってうまくいったから自分もやろうと思っても、やっぱり時代も違ければ会社も違うし、だから要は例えば俺が孫正義の真似してもダメなんですよね。キャラクターも違うし、会社の規模も違うし、時代も違うし、だから俺は俺のこのオンデーズをどうやって大きくするかっていうのはもう自分で考えなくちゃいけない。でも会社が潰れていくのはみんな同じなんですよ。要はダメになる社長って全員同じなんですよ。まあみんな共通点があるんですよ。なんですか。一つはやっぱお金にいい加減、いや会社のお金と自分のお金を一緒にしちゃう人は絶対ダメになるんですよ。あとギャンブルとかね、結構単純な、でも単純、いや本当でもそうですよ。あと見栄は、だから野村監督のこう勝ちに偶然の勝ちあり、負けに偶然の負けなしっていう、あれはだから結構共通すると思ってて、多分その芸人さんも、売れてる芸人さんって別にやっぱそれぞれ売れ方があるから、多分この人の真似しても単なるモノマネ芸人しかならないから、売れ方は多分別だと思うんですよね。でもやっぱ芸能界から消えていく人ってみんな同じ共通じゃ、あるじゃないですか、はいはい、そうですね、そう、まあ、不倫をしないとか、はい、あと反社と付き合わないとか、はい、もう絶対もうパターンじゃないですか。 DJ とかやりだしたらもうおしまいっていうのはでも本当僕らもそう、僕らは売れてない期間がすごいあったからその売れたけど落ちていく人をいっぱい見てるんですよ、だからその人は何したからこうなったかとかを、めっちゃ見てましたもん。その社長がダメになってダメになるケースもあるし、まあ、会社がダメになるケースもあるんですけどね、
致命的なその失敗を犯さなければ、要は点を取られなければ試合には負けないから、だから打席に立ち続けてられれば絶対ヒットが出るんですよ、どっかで。だから肝心なのはこうホームランも打つけどすぐアウトになるような生き方をしない。だから今この時期にもう10時とかに出て飲み歩いたら叩かれるの分かってるじゃないですか。まあもちろんそうです。でもやっぱ出ちゃう人っているんですよね。だからもう出ないとか、もうなんかいろいろ気づけてますけど。前半の話聞いてたら今のが嘘みたいな。そんなキャラ変わんない。いやいや本当にすごいな。